ちゃんと面舵を当てて安定させるとはな。一度鉱山から離れた場所に係留します。少々揺れますよ。全員しっかり捕まってろよ。嫌に少ないですね。ローランさん、実は。なるほど。暴風の混乱に乗じてゴブリンが襲撃してきたと。我々は何とか逃げ切れたが、後続の者が到着しないのが気になってな。わかりました。あとはこのベンリア・ローランにお任せください。おお、ありがたい。みんなにも伝えてくるよ。とは言ったものの、避難してきた彼らをここに残していくわけにも。さて、どうしたものか。団長、ゴブリンだ魔物だってんなら、ここは俺たちの出番じゃねえか。島民の方々の保護をお願いします。逃げ遅れた奴らはオイラたちが助けに行くぜ。わかりました。ありがとうございます。頼らせてもらいますよ。僕は避難してきた彼らを船に乗せてから向かいます。皆さんは道すがら逃げ遅れた方々を見つけてもらえればと。うん、わかった。任せといて。そうだ、これを。何かあったらこれで連絡を取り合いましょう。なんだこのへんてこな花みてえなのは。電声機の類です。それがあればお互い離れた場所で会話することができます。電声機ってすっごく高価なものですよね。いいんでしょうか。はい、構いません。なんせ僕の手作りなもので。あ、ちなみに信号灯としても利用できます。皆さんを誘導するときにでも
活用していただければ。さすが便利屋の兄ちゃんだな。ローランです。こんな貴重なもんまで持ってるなんてよ。ありがとうございます。大事に使わせてもらいますね。あそこからテンペールへ続く道に出られます。逃げ遅れた方々の保護をよろしく頼みます。よっしゃ、急いで向かおうぜ。この祈り場は特殊な力で守られていて、魔物が寄りつかない。傷ついたりした際は無理せずこの岩のそばで休息を取ってくれ。非常用の物資補給もできる。みんなをどうか頼む。見切った。おい、あそこを見ろ。何人か囚われているようだ。だが私たちに任せてくれ。どうかどうかお願いします。ゾウエンだ、気抜くんじゃねえぞ。わしの力よ。はっ、うたてみよ。はっ、てやっ、そこ決めるぜ。これではっ、逃がさない。はっ、えいやっ、やった！やっ！はっ！はっ！ちっ！くらいの！たっこいあれ！ふっ！せや！たわりや！どこだ？ふっ！ちっ！えい！ちっ！どれ？逃がさないぞ！やっ！はっ！た！合わせて！よしくね！さすが！俺はやるときはやる男なんだよ！覚悟しろ！頼りにしてるよ。受けてみろ。
よし、これで全部だな。捕まっている人たちを助けましょう。ほどいて。さあ、順番に船に乗って。私たち、助かった。いいよ、怪我人を頼む。わかった。ありがとう。ふう、全員無事のようだな。あんたらさすがだな。これが飛空士の実力ってやつか。ありがとうございます。ただ他にも襲われている集落があるかも。よし、もっと奥の方も調べてみようぜ。この異常な風に当てられてゴブリン族も凶暴化しているのか。だとしたら厄介です。獣人は魔物よりも知恵が働きますからね。そういえば、ラカムと私たちが初めて会ったのもこんな風景の島だったな。あの時、こちらローランです。その先に捕まっている人たちが見えます。了解した。みんな急ぐぞ。どうぞ見てやる。今だ。ここね、切り開く。気を抜くなよ。了解した。うん、もちろんよ。基本的にお互い不干渉なはずなんだ。報復されるんだね。人間の方が数が多いから。いや、そこだ。まだまだいけるぜ。無情中いってな。受け止めよ。水辺での戦闘になるな。みんな足を取られないように気をつける。力が湧いてきた。もう一度救助に加勢します。まずはここの悪い子たちを追い払うわ。それまで少し待っていてちょうだい。しかし、いや、そうですね。この場は空してある皆さんに託します。耳まで使うとは厄介だな。連射はできないはずだ。距離を詰めて一気に叩く。アマーブレイク。よっ、させはしない。そこ、好機を逃すな。仕留める。これで決める。じゃないか。絶対に負けない。たーっ、テンペストブレード。ずいぶん倒したわね。さあ、もう一踏ん張りよ。よっ、やった。無情注意ってな。さあ、君たちは一体何者なんだ。
満ちた。レギンラ、これでもう安全だ。拘束されている人たちを解放しよう。ありがとう。無事で何よりです。さあ皆さん、こちらへ。よし、もう大丈夫だ。ありがとう。怖かったよ。よく頑張ったわね。私は今猛烈に感動している。回復しすぎたかな。皆さんありがとうございます。それで立て続けに申し訳ないのですが、実は風車小屋からも煙が上がってまして。分かったぜ。次は風車が見えるとこだな。にできることで協力しようぜ。私は分かるが、あまり前に出すぎるんじゃないぞ。うん、でもカタリナも無理しないでね。こっちを狙ってる敵がいるぜ。急いでください。おいよ、オイラたちに任せときな。人質を発見した。すぐに救出する。ありがとうございます。どうかお願いします。好きな風車まで燃やされて、ひどいです。いい調子だな。俺たちの力を見せつけてやろうぜ。守りが勝ち。まだだ。どうだ。やった。まだまだいけるぜ。どうだ。決めちゃって。これだ。ついのが出てきやがった。あんたがどっちがいかついかな。はぁ、俺の面が、しまってるだろう。こいつ他のゴブリンよりも厄介ね。受けてみろ。はぁ、オーケーだ。追撃する。もう一丁上がりっと。よし、トミを解放しようぜ。おお、あなた方は。もう大丈夫ですよ。避難を急ぎましょう。うん、うん、諦めちゃダメだよ。
私生きてる。さあもう安全だ。ジョージャン歩けるか。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。襲われている人たちの救助が完了しました。これも皆さんのおかげです。いいってことよ。引き続き周辺の捜索を。あれはなんてことだ。まだ逃げ遅れた人たちがいます。そんな大変です。彼らの元へ向かってください。僕は先導します。あっちだな。急ごうぜ。無事でいてくれ。何やったぜローラン。この場は俺たちに任せてくれ。ありがとうございます。ラカの君くんって。俺が湧いてきた。俺はてっきり年下だと思ってたんだから。こう見えても意外と年なんだよ。何歳なんだ。それは秘密です。みんな大丈夫。世話をかけるな。どこだ。やっせや。よく覚悟しろ。やった。いい調子。このまま押し切るぞ。ここで押し切るんだ。みんないい連携だった。この調子で行きましょう。まだまだ行くよ。よっしゃ。俺が極めてんだ。またいかつい奴が極めた。なんだよてめえら。三兄弟かなんか。束になろうが問題じゃねえぜ。やっやっ。いい調子。覚悟しろ。たヘイタ。よっ、攻撃を逃した。僕が行きます。任せな。みんな気を抜くなよ。はい、そうです。続いてくれ。合わせる。やっやるわ。バッチリだったな。みんな息が合ってた。受けてみろ。見てなさい。そこキールオール。悪いな。いい調子。これならどうだ。チャンスだ。おお、わかった。いい調子。入れろよ。あと1体。頑張れよ。僕は止まれない。せやー。片身なさん、君に突っ込む。ディジョン決まれ。ラカム任せときな。一瞬。せや。いよ。当たってる。決める。バーストディール。島の皆さん、無事でしょうか。君たちは一体。旅の貴公子だ。依頼を受けて助けに来た。皆さん、もう大丈夫ですよ。その声は、ローランさん。よかった、助かった。さあ、早くローラン殿の船へ。ちょっと待ってくれ。実は俺たち、そこの遺跡の奥にあるゴブリンどもの砦から逃げてきたんだが、砦にはまだ捕まってる仲間がいるんだ。彼らだけ置いて逃げるわけには。団長。島の人たちを助けよう。お前ならそう言うと思ったぜ。おい、ベリアの兄ちゃん。ローランです。はい、こちらローラン。オイラたちは砦に捕まってる奴らを助けに行くから、こいつらのことは頼んだぜ。わかりました。皆さんに頼りきりですみません。どうかお気をつけて。それじゃあ急ぎましょう。
ゴブリンどもが作った砦ってどこか。かれ。警戒しながら進もう。皆さん、奇遇ですね。祈り場での旅支度もシェロちゃんにお任せです。子供の声だ。急ぐぞ。へえ。ここってまさか闘技場？ゴブリンどもがうじゃうじゃと。だが襲ってくる気はねえみてえだな。いかん、君たち早く逃げなさい。何か来ます。こいつにとっちゃ盾も立派な武器ってわけだ。イノシシ野郎の突進が厄介だ。なんか利用できねえか。こちらの状況は。ゴブリンがでっけえやつとやり合ってるぜ。急いで向かってます。なんとか持ちこたえてください。当たり前でしょ。
足が止まった。今がチャンスだ。攻撃の手に振るんだ。今がチャンスね。これならどうだ。これならいける。周りに注意しろよ。みんな大丈夫。頑張ります。レギンレイブ、この剣こそが私の覚悟だ。せめて安らかに注意。仲間任せときな。一瞬ピュー、言いながらだ。まだまだ引くわよ。イモ当たってる。当てよ、当たって。決める。無形のイルミネート。そうなやつだけど、オイラたちの敵じゃねえぜ。この調子より、こんなところで僕は止まれない。でやーやった。いけ、ハロー頼む。でやー、みんな畳みかけるぞ。はい、やった。みんなこいついい調子。距離を取るんだ。見切った。甘い。これでもっと頑張れ。こんなもんじゃねえぜ。僕に続いて。援護は任せろ。よし。すごいな。ま、なんだこんなもんよ。ここからさらに。受け止めよ。手をくれてやるぜ。まだまだいけるぜ。頑張ってください。勝ちました。甘い。みんな見事だ。
こんな感じかな。いや、これでもっと頑張れる。まだまだいけるぜ。みんな大丈夫？助かるよ。いや、ふっ、ミオだ。任せてくれ。ここだ。みんな。オイラたちの勝ちだ。ところでルリアちゃん、この島に吹きつける風はもしかして？はい、間違いありません。テンペールにいる聖少女の力だと思います。ビンゴってな、こっからが本番ってわけだ。リリスの狙いは近畿の大聖少女アンラマインを復活させ星の世界へ帰ること。力ある聖少女4体分の聖書を使い、今度こそ星の世界へのゲートを開こうとしています。聖少女、かつて白空戦争の際に生み出された星の民の兵器か。聖少女、星神をお前たちはそう呼ぶのか。ミオド、この子の力普通じゃないみたい。この大気の震えはまさか。宝の番人にしちゃ大げさすぎるな。私の声が届かない。星神を許したまえ。動き出した運命は止まらない。大いなる犠牲と悲哀を超え、我が救済の執行を。バハムート！今までいろんなことがありました。いろんな島を旅して、いろんな人と出会って、いつもあなたが助けてくれて、本当にたくさん感謝しているんです。だから